要するにこう戦没者のチェルシミコンド打者を新たな軍事基地を作るための埋め立てに使うということ自体はこう戦死者の死を冒涜するものだというふうな、それはやめてほしいというね。具志堅隆松さんは40年近くにもわたり沖縄各地で戦争犠牲者の遺骨を探し続けています。特に激戦地となった本島南部では未だにどこを掘っても遺骨が出てくると言います。ところがそんな遺骨の混じっているかもしれない土砂が辺野古の新基地建設の工事のための埋め立てに使われるかもしれないというのです。これは日本軍の、日本兵の軍歌、靴、兵隊の。これ実はご遺骨なんです。そうですよね。うん、ここ骨の、ね。私が出したんですけども、ね。ちょっと大柄な人かなって感じがしますよね。ここから壁が焼けてるの分かります？ここからも遺骨出てるんですけども、炭化してるんですよ。これもそう。これは。ちょっと待って、どこの部位かって言われると、でも本当炭化してますよね。そうですね。その壕の奥でその方は小銃でなんていうんですか、足の親指で引き金引くようなやり方でなってたんですけど、足の親指届かないんですよ手では。あ、要するに小銃の筒先をこう喉元に当てて、あ、そうすると手が届かないんですよ、はい、で片足は靴履いてるけど片足は脱いでる、まあ、こういう場所で言うのも本当不謹慎かもしれんけど、その生きて旅衆の恥ずかしめを受けずっていうのを、あれはまだ終わってないと私は思ってて、終わってないっていうのは要するにそれが間違っていたっていうことを国と確認しないといけないと思ってるんですよ。遺骨が出てくるのは壕の内部だけではありません。入り口付近からも民間人と思われる人々の遺骨や遺品が薬莢や手榴弾とともにいくつも出てきました。こうした遺留品が戦後76年経っても遺族のもとに帰ることもできず無数に取り残されているのです。歯ですよ、乳歯、まあこれぐらいか。この辺行くとだんだんこう根っこが吸収されていくから、うん、3、4歳ぐらいかなっていうふうね。少なくともじゃあ3、4歳の子がここで亡くなって、うん、はい、それがちょっと一人とは考えられないですね。一人ではないですよね。でこれは大人の足の親指ですよね。ああ本当だ、うん、ちょっと待って、あとこれがこれ旧市部ですけども、摩耗が進んでるかお年寄りだと思います。じゃあここである程度の人数がいて、うん、兵隊にしては年取りすぎてる人、うん、母親もいたのかなとか、壕の入り口を目指しててここで亡くなったのか、うん、これ厚生労働省がよくこういう言い方するんですよ、うん、遺骨の尊厳のために公開というか写真は控えてくださいって。私それはむしろ逆にその戦死者は人と会う権利はあるよっていう、うん、なるほど。以前こう遺骨収集をやってる現場でメディアが入ることについていいですかっていうふうなことに対して、私はこの人たちはどこの誰かわからないんですと、それを写真に
移す人はその新聞の紙面にその遺骨が載った時にもしかしたら遺族である方がそれを目にするかもしれないと、うん、あるいは生まれた家の今でその新聞が開かれて、うん、ご家族が目にするかもしれない、うん、テレビで映ったらそのテレビで放映された時に生まれた家の今にあるテレビで映されるかもしれない。だからテレビや写真っていうのはその亡くなった人たちを遺骨の姿ではあるけど家庭にまで送り届ける力があるから、そのカメラに入ってよ、そしたらお家に届けることできるはずだからっていうふうな、なるほどなるほど、そう念じながら写してくださいねって言ってたんですよ。それは今でも変わらないです。具志堅さんは生きるために戦争を学ぶんだと言います。なぜこの人がここで死ななければならなかったのか、戦争に賛美すべき死などあるのか、戦没者は英霊と祀られることを本当に望んでいるのか、国家とは国民にとって何なのか、壕の暗闇や土の下に眠る遺骨は今を生きる私たちに何を語りかけているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。